あさってついに私たちの日本での2回目の公演がありますよね。皆さん来てくださいませ。アイドルマスター KR セカンドステージ in ジャパンが開催されます。本当に初めてあの日本のプロデューサーさんの前で立つことだったので、すごくみんな緊張もしてたり、日本語も頑張ってやったんですけど、少し過ちとかもあったりしたんで、今回は本当に完璧な姿を見せようと思っています。あの前回はみんなどうだったの？ああ大きな舞台に立つのが初めてだったので、はい、とても緊張しました。はい、あとは誰だろう、誰かはどうだったですか？あ、桜が本当に綺麗でした。おする？感動して涙が出ました。感情が伝わってこないと思うよ。もう一回お願いします。感動して出ました。でしたね。はい、素敵な時間でした。はい、ねえ、そして、あ、そしてそしてあさっては私たちのセカンドライブがあります。メンバーたち意気込みはいかがですか？あ、意気込み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 いかがですか？胸が胸がすごくドキドキします。おお、私は私たちとプロデューサーの皆さんと一緒に楽しむことができる舞台を作りたいです。みんなできますよね。